今日からは残りの台湾の、食事 Vlog をメインに撮っていきたいと思います。今日はですね、いきなり大雨が降ってきて全ての予定が狂いまして、とりあえず一旦休憩でコーヒー行こうかなと思うのでカフェに行きたいと思います。カフェ巡りで2軒目はこちらに行きました。ここもなんか可愛い。これはレモン風ハーブティー。これはアイスラテ。どんな味なんでしょうか。いただきます。お茶、なんかレモングラスかな。レモングラスのはやつかな。ハーブティーの味もするし、なんか台湾っぽいお茶の味にします。あ、うまっ。あっつ、あっつ、あっ、うわぁ、でいただきます。肉まんの焼いたバージョンみたいな。うん、美味しい。美味しいけどめっちゃ辛い。唐辛子辛いっていうより、なんか胡椒って書いてあるから多分胡椒が結構入ってて、なんかね、お肉はギュッと固めのお肉で、それは美味しいねんけど辛めです。はい、ホテルに着きました。めちゃめちゃ雷鳴ってる。こんな感じのお部屋です。イエーイ。こっちはシャワールームですね。ここはキンプトンです。東京やと新宿にありますね。めちゃ可愛くない？このグリーンの感じが。もう雷の音とかやばいんですけれども、はい、こんな感じでウェルカー。ちょっとね、一個気になるのがあるね。見て、これミニバーで韓国海苔の麺と辛ラーメン。台湾やのに韓国の人気なラーメンが置いてあるっていう感じでございます。夜ご飯はここで食べます。ディナーは台湾に住んでいる方たちに連れてきてもらって、今からみんなでご飯を食べます。リセットリセットした方がいい。すると4分。これ大好き。スイレンだって台湾でしか食べれません。辛ニラ炒め、はい、これは生姜、生姜でいいですか。なんか処理が違うの。うん、うん、これがマジ美味しい。でも日本のこう熱いものが、うわあ、じゃーん、これあんなでっかいカツ食うのは日本ぐらい、うん、なんか結構でかいね。なんかイタリアとか北米の方は結構小さい。カオズ、おー、あれあれ見たことあるな。これはジェイさんのワインで、めちゃめちゃ美味しそうなカニ入り麻婆豆腐。やばー。はい、これはビーフンの方です。魚のアサリめっちゃ美味しそう。カニ入り麻婆豆腐をチャーハンにかけて、最高。これめっちゃ辛そうです。やばー。わーわー。鶏のスープでーす。スープいただきます。最高。好吃。嗯。
食後のデザート、かき氷、これ杏仁豆腐ですか？はい、黒蜜か。意味あんのめちゃくちゃ意味あるの。食後のデザートのある食後のマッサージ、台湾に来たらマッサージを受けたくてちょっと来てみました。足つぼをもうめっちゃ歩いたし、ちょっとやってみます。皆さん、まさかのまさかですね、満席で、ここにさ夜中の3時までって書いてあんねんけど、フル埋まっておりました。なのでチマラーって言ったら OK チマラだから、明日の予約をしてきました。明日も多分いっぱい歩くから明日にする。雨やんだしね、ちょっと散歩しながら戻ります。おはようございます。今日は朝ごはんを食べに来ました。朝ごはんは、なんかね、地元の人におすすめしてもらった、台湾結構朝ごはんも有名、なんかね、おかゆみたいなんとか豆腐のなんかです。昨日ね、久しぶりに喘息が出ちゃって声がちょっと枯れ気味なんですけれども、元気なのでお気になさらず。ちょっとこれはなんかおすすめって言われたおごま豆乳いただきます。甘くない、本当に。これは何です、何ですかって聞いたら、しょっぱい豆乳って言われました。スープではない、しょっぱい豆乳だし、どんな味やろ。めっちゃいい匂いする、ごま油の匂いする、なんか茶碗蒸しみたいな感じよ。いただきます。おいしい、日本でいうまず茶碗蒸し中華バージョンな感じ。おいしい。これは何って言ったらいいやろ、わからん、なんかいろんな味あった。これのこれも有名。いただきます。うん、うんふん、小籠包。うん、おしゃれなコーヒー屋さんでちょっと休憩します。店の名前はヌーンです。私の写真集の名前もヌーンです。いただきます。美味しい。一旦キンプトンのホテルから京都丸ホテルに荷物を置きます。今日はここ最後のホテル、ここなんか台湾で新しくできたホテルで人気って聞いてきました。お部屋の中はまずここはトイレですね。でここはバスルーム、こんな感じで景色が見れますが、雨が降ってきました。また部屋はこんな感じです。これは、はい、こんな感じで景色が見えます。はい、お部屋の中にベッドがあるとこうやって寝転んでしまいますけれども、今日が一番フルで回れる日で、明日の夕方にはもう飛行機に乗っちゃうので時間は無駄にできないということで、ランチをする前にちょっとお洋服着替えようかなと思います。お洋服着替えましてですね、今からお昼を食べに行きます。乾杯。コーラ、じゃあ蒸し餃子と牛肉の辛い麺、混ぜそばとスーラータンのスープです。いただきます。確認いくら。うん、めっちゃ美味しい。うん、
からない。バイバーイ。かわいい。キディちゃん、ちょっとチャンピカチュウ、アンパンパン、スヌーピー。なんでここに来て、カンキチ。これ何やったっけ。これもあれやん、スポンジボブやな。これ何やったっけ。で、これは、あ、違う、これドラえもんミニオンやな。買えました。できたてやからバリアッツい。ピカチュウいただきます。見て、フードふかふかのカステラ感がある。ベビーカステラ感がある。まさかの中空洞パターン。ですね、かき氷を食べようと思って、教えてもらったお店に行ったらめちゃめちゃ人気で、ま、街でなんかあの QR コードって言われて5組待ちだったので街散策をしていたら、なんと可愛いカフェかと思いきやアイスクリーム屋さんを見つけたので、まあ食べようかなと思って。私はアールグレイのクッキーサンドにしました。いただきます。めっちゃ効いてる、マンゴージュースないからタピオカ飲みます。ウーロンミルクティーにタピオカ追加した。で、氷はマックスで甘さは微糖。皆さん一緒にベビータッピー。入りすぎやろ。赤と黄色と青で信号みたいな。気持ちいい。もちもち。マンゴー。これは夏限定のスノーかき氷。やばい、これもう見て、やばー。いただきます。最高。今から9分に向かいます。またあのホテルでちょっと休憩しててお洋服着替えました。じゃーん、着きました。景色が綺麗。すごい。なんか多分一番夫婦の紹介をされてる場所。この冷たいウーロン茶を買います。いただきます。あー、生き返る。美味しい。めちゃくちゃ美味しかったからまたここに来てしまいました。でーん、もう遅い時間だから貸し切りです。イエーイ。これが美味しい。あとこのお茶も美味しい。これが美味しいんですよ。これが、いただきます。やったー、ありがとうございます。このおぎー、いただきます。うん、おいしい。ごちそうさまでした。また台湾に来たら聞きます。バイバーイ。おはようございます。ホテルで朝食全部付きのホテルになってたんですけど、朝があまり起きれない結果になりまして、台湾に来て初めてのホテルでの朝ごはんです。でもちょっと私は胃にちょっと食べ物が残りすぎておりまして、フルーツとヨーグルトだけちょっと軽く食べます。あ、これオレンジジュース。
ちら美味しいコーヒー屋さんに2回目来てしまいました。キヨスクを出てまた違うカフェが近くにあるので今歩いて向かっているんですけど、今日はこんな感じでブラックコーデで、ここはバリスタ世界一の方のお店みたいで大人気です。めちゃくちゃ混んでて厨房しか無理だった。これは台湾ティーラテにしました。いただきます。めっちゃ美味しい。なんかロイヤルミルクティーにちょっとだけコーヒーの風味感じるみたいな感じ。お昼ご飯を食べに来ました。お昼はインスタでめちゃくちゃ出てきて、めちゃ並んでた、昨日めちゃ並んでて諦めたお店にやってまいりました。でそしたら私が来た時も2組待ちやったんですけど、今は6組ぐらい待ってる。1つだけ頼みました。お腹は空いてませんが食べたいです。これナンバーワン。優しいお味でございます。うん、濃厚そうに見えて意外とあっさり。はい、空港に着いて、チェックインをしてですね、多分最後であろうタピオカミルクティーを買いました。いただきます。うん、美味しい。これを飲みながらちょっと飛行機を待ちたいと思います。はい、無事日本に着きました。台湾めっちゃ楽しかったし、あっという間でした。美味しいご飯多すぎてまだお腹がいっぱいなんですけれども、またすぐ行きたいなと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。